いやお前らすごいな、完全に互角で。仕方かよ。では次のテストに入りたいと思います。5分以内に自分の仲間を2人作ってください。カウントダウンが終わる瞬間、チームを組んだ3人同士が体に触れ合っていれば合格です。えぐいこと言うよな。え5分ってことはあいつと仲間になれってことだろ。俺を無視する。さてここで巡り合ったのも運命だ。俺たちが手を組めばきっと最強のチームになれる。アナクだ。ハクス、俺は仲間を見つけないとな。ああ。いやいや、シビス、俺シビス。待て。おいワニ、今の説明を聞いていたか。どうだ、俺たちと仲間になって。いやいやいや、俺が獲物と仲間になるわけないだろ。そうかよ、なら1分以内にお前を殺し仲間を探す。なんだと。待ってください、僕を借りたいんですよね。そうだ、強い武器を持つ者と戦い誰よりも強くなる。わかりました、戦いましょう。夜。よし、お前はちょっといい壁だ、戦おう。はい。さあ僕を勝ってください。え、戦いましょう。さっさと武器を拾え。嫌です。拾え。嫌です。拾え。へえ、肝が据わってるじゃないか。カシモード、ギリギリで仲間に引き込もうって作戦か。お前強い獲物を探すために来たんだろ。そうだ。なら俺らと手を組んで塔を登ってもっと強い獲物と戦った方がよくねえか。だからここで夜にこだわるより塔を登る方が。ふざけるな青い亀、塔の高さなんざ関係ねえ。俺の狩り場は俺が決める。あと10秒、意地でも武器を拾わせてやる。くそ、時間がねえのに。やめろ、俺はジャングルジムじゃねえ。5、4、3、2、1。